はい、それはね、本日は FF7 のインターミッションのね、続きやっていきたいと思います。前回はね、ソノン草壁先生が、なんか仲間にパーティーに加わったので、まずその続きをね、やっていきたいと思います。まだね、チャプター1の続き、もう前回のチャプター1はなんか私完全に遊んでたので、なんかコンドルなんちゃらで。ということで、どこ行けって言ったっけ？あんまり記憶にねえんだよな。どこ行けって言ってたか、ちょっと記憶にねえんだけど、あ、こいつに話しかけりゃいいかな。ヨナヨナちゃんだっけ、こいつ。あ、ナヨナヨちゃんだ。準備は万端。何すんだったんだっけ。とりあえず、ナヨナヨちゃんについてきゃいいんだよね。ナヨナヨしてるから。どこ行くんだ？どういうの？あ、ID の受け取りね。はいはい。あ、そうなの？ああ。どんだけ ID 必要なんだ？すげえ、この世の中は神羅で回ってんだ。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。でもさ、このなよなよちゃん、服が私好きなんだよ、格好が。やっぱミニスカっていうのは私ミニスカいいよな。ミニスカ好きなんだよな。匂いね。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。あ、慣れたんだ。おう、この街の包容力はすごいから。あ、そうなの？そうなの？気になる言い方。なよ、ミートガードが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ。私たちの敵はシンナカンパニー。おう、ウの州と一致してるのは拠点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。狙われたのはアクスなんでしょ。あれって事故じゃないよね。アバランチがやったの。ああ。で、あれ、これセブンセブンの前に来たよ。ティファいねえだろ。あれ、分派の連中。あ、アバレットじゃん。あ、ティファじゃん。本心の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。あれ、ピックスもいる。お疲れ。派手に決めてない。これで5番マコロボ。クラウドはいない。あ、だからクラウドが落ちたところでね。やっぱ発祥ぐらい、本編の時間軸的には本編の発祥ぐらいだね。おいおい、クラウド大丈夫だよ、ね、大丈夫。やっぱティファいいよな。可愛いよな。ティファ可愛いよ。あれぐらいのピンチ、うん、のんなく切り抜けるさ。なんかバレットがクラウドのことをいいように思ってるよ。最初嫌いだったのに、バレット。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。下げすぎだよ。気になる情報がある。何？ウォールマーケットのドンコルネは手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが。ああ、いいよな、この BGM。こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。うん、しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティファ。ティファ。俺たちはこの後も走り続ける。だろう。そのためにも、今は休んでくれ。お、いいことを言うね。やっぱり調べてみるね。頑張るね、ティファ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶したく？いや、やめておこう。あの連中、もう神羅にマークされているかもしれない。近づかない方がいい。あら。私もそう思う。でどこ行くんだっけ。もう分かってねえんだよな。前回の終わりどういう感じで終わったのかもう覚えてねえんだよな。神羅とガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。おお、いいじゃん。ナルトと違うよ。蹴飛ばしてるよ、これ。これ蹴飛ばしてる。神羅カンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だから、あ、ウータイやられたんだ。それは知ってる。ウータイやられたんだっけ。原作の時まだウータイ行った時ウータイ残ってた気がするけど。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。
この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとで、この先に行けってこと？究極マテリアってどんなもの？神羅から盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しい。補足すると、我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。草壁かっこいいな。草壁いいな。ああ、これに音程したね。ねえねえ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。すげえ口説き文句。近くはそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？あら、こっち？ほら、すごいすんの。指が怒ってる。子供はあっち向いてて。はい、こんな際でねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？なよ、いいな、やっぱなよ、いいな。あった、話が早い。俺は推薦人の助手。なよ、かわいいな。しといて損はない。何するの？絶対コンタクトにしたらめちゃくちゃかわいいよ。悪いよね。ナイス。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。でもユヒっていくつだっけ？それに私だってビューティーだ。いや、子供だよな。でもやっぱユヒはちょっとな。ビューティーガール、お望み通り子供扱いだ。おしまいだ。はい。で、とりあえずつえー、何この無限攻撃。無限攻撃すぎるだろ。無限攻撃。おい、なんだよこの超強いユヒの。待て待て待て、なんかアビリティ溜まってるな。不倫からのディカ。何なんだよこの強い。なんかシカズの三角を交互に押してるだけでめちゃくちゃ強いんだけど。わあ、強い。そうなのが注意を受けて、待って、ユーリーがなんか死にそうになってるけど、なんか助けてくれた誰かの。強い。待って、一旦回復しとくか。ギアル。はい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 。なんだこれ。強い。でも打ち上げられんねえな。無限に攻撃してる。面白い。ずーっと宙に浮いたまんま。意外と頑張るな。やべ、ソノンの操作法前回教わったよな。前回教わったけどもう何もやってねえ。ユミの空中攻撃でずっと遊んでたわ。とんでもないビューティー。あ、ティファのことか。ティファのことだ多分。姉ちゃんたち、ごめんな、俺妥協しすぎだと言われちゃった。あらよ。で、さっきの何だったの？ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。いいよな。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、その詳しい。敵情視察の一環だよ。おー、で、ついては目的地。ここが指定された。あいつだ、いいか、いいの受け渡しっていう話だったっけ。さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。偽造屋に
あ、いるじゃん、誰か。あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か、神羅め。神羅にクレームを入れるならこれが必要かも。フローか、上への越境用 ID だ。手に入れた。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて、おいしいよ。めちゃくちゃ硬いだろこれ、食えねえだろ。硬っ。軟着だね。じゃあアジトへ戻ってジージャを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。三角、あ、あれ壊せってことね、あそこね。さて、じゃあ戻りますかね。 ID が、うん、大丈夫、頑張ってね。さて戻ろう。これ壊せるのか？あ、壊せた。なんだこれ？絆の組紐？は。ちょっと待って、見てみるか。絆の組紐？連携で消費する ATB、なんか連携技がどうのこうのっつってたよ。さっき一個も使わなかったんだけど。やべえ、もう覚えてる。前回何ボタンで何しろっつってたって。まあいいや、まあいいや。わかんない。私今回ユーフィーのゲームこれ連携技を一切使わずに終わるかもしれない。最後までクリアするかもしれない。まあいいや。予定変更、地中の下で待つ、急がれたし、ジージェ。ジージェ？予定変更？地中とは？スラムの屋根を支える大きな柱。うん。案内するね。急がれたしか。やめてよ、そういう嫌な予感がするなとか。ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう。舞台には珍しいタイプだね。あ、そうなんだ。突然変異かもしれない。突然変異。それかっこいい。まあ、とりあえずこれついてきゃいいんだよな、ナヨに。もうすぐだよ。あ、ジージェだ。どこ、ジージェ。あいつか。おいお前、聞いてるのか。おい。あ、モグリ。あ、逃げた。待て。追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、あっちだ。先輩。変な人がいる。あっちを離れる前に準備して。離れる前に準備して、もう行っちゃっていいよもう。もう行こう。急ごう、先輩。どこ行った？あれどこ行った？あれどこ行った？いねえぞ。あ、あっち行った。あそこ右だ。柱捨てるんだ。あ、なんか武器あんな、あそこは。ちょっと待って、これ多分これ右、これ、お、え、これこっち、え、あ、いけねえ、どっちでしょう。こっちに武器がある、あれ。これ何の武器だ、これ。ユフィの武器？何だ？違うな。あ、そうか。あ、待て待て。待って、これ、ウータイの闘志とかも、そうっすか。まず覚えなきゃいけないんだよな。アビリティ、あ。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで捨てる。行ったら命はないんだろ。おー、なんかずる賢いな、こいつ。もしかしてじいちゃんウータ出身？感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
これ降りれんのこれ。あ、降りれるっぽいな。かっけえなユフィ。降りてるよ。で、お宅らも頑張るね。ここってなんかの工場。敵がいんの。来た時も似たようなとこ。モンスターがいるぞ。この雰囲気絶対モンスターいるよね。連携技ってどうやんだ。待って、ユフィとソノが連携行動を行うことで敵をバーストさせやくなる。敵が体勢崩しヒート状態になった時に連携すると効果的。ユフィとソノの両方の ATB が溜まっていれば一部のアビリティは連携技に、強化されます。それでよくわかんねえな。連携の L2 か。あ、連携開始。これ何が連携されたの。連携開始。あ、なんか連携になってるけど、ね、よくわかんねえな。待って、とりあえずさ、ソナムのさ、なんか何が覚えられるんだっけ。どっちが覚えられるんだっけ。まず覚えなきゃいけないんだな、ソナム。あ、一応連携してんか今。あ、使えねえ。やばいやばい。待って、ユフィもさ、ユフィもちょっと覚えなきゃいけないんだな。雲隠れみたいな、こいつだっけ。あ、これ雲隠れだな、確か。雲隠れを覚えなきゃいけないで、とりあえず雲隠れを連発しといて。あれ雲隠れだっけ。無敵時間のある回避を行います。やば。あれ雲隠れだっけ。覚え待って、ちょ待って待って、何を覚えさせないんだユヒーは。あ、そうだ、雲隠れだな。雲隠れがまだ覚えてませんよと、習得してないよと。で、続いて、ソノンは、まず、これなんだ、なんか、疾風なんちゃらね、疾風なんちゃらをまず覚えさせればいいということですね。で、あと、連携はよくわかんねえな。あれ？これなんだ、これ。どこに何があるって。あ、これか。あ、止まった。で、いけるようになった。連携技なんてあんだね、このインターミッションに。で、どっちだ？こっちか。この上か。あ、その前にこれか。はい、ハイポーションか。で、あ、これもいくのね。あ、こっちか。あ、あれ逃げた、あいつ。悪いね。さて、連携開始。なんか L2 をなんか実行してないんかな。あ、そうするとあれか、 ATB 剣じゃたまにいいけど強くね。なあ。この連携強くね。おい、倒したわ。強連携。なんだこれ。なんかもうインターミッションめちゃくちゃ強いけど、いろいろ。あ、これどうやってんだこれ。これどこだ、どこだ、ちょっと探すぞ。あ、なんかこっち側に、あ、あれだ、あそこだ。あそこにはどうやって、これどうやって、あ、降りるんだな。多分これ降りて、なんかモンスターがいるな。だからモンスター一回倒さなきゃいけない気がするな。あそこには、まずこいつらを倒さなきゃいけないかな。あ、マテリアあるじゃん。とりあえずこいつら倒して。ソノをね、覚えさせなきゃいけないんだよ、まずね、アビリティを。で、ユヒも雲隠れ。覚えさせなきゃいけないから。OK。リクエンドボーナス獲得。死ぬ。KR 一回しとこう。で、ソノンをちょっとこいつを覚えさせなきゃいけないから、これを。ほい。で、雲隠れ。オッケーオッケー、これで覚えた。習得したので、あとはソノンだ。ソノンを覚えさせれば。グリーンカだ。当たってね。ソノン、ソノン、あんた覚えなさい。あんた覚えなさいって。かっこいい。ほい。ケアルしときたいよな。ケアル。ソノン。オッケー、溜まってる。オッケー、ソノン溜まってる。強っ。ソノンのアビリティ変えられないね。ソノンは操作できないって言ってたもんな、前回な。バスト行った。
なんでそう、まあ倒したか、まあいいや倒していいよ。はい、で、でこれどうやって、あ、まだマズリア、このマズリア、あ、祈りか、祈りか、祈り別にいらねえな、エアリスが使う。さてこれどうやっていくんだ、あそこ、どうやっていくんだこれでどうやっていく、あれを向こうにあったんだよな。あれ下降りるんじゃねえのか、じゃあ下降りるんじゃなさそうだな。そうすると上に一回戻るか。あれは単純にマテリア取るためだけのものだったのか、ここの場所には。ってなるとこれは、あ、なるほど、これブロックしてるから、こうタイミングよくね。 OKOK、 で止まりましたよ。でこれで行きますよってことね。はい、行きましょう。でこれ先進むとあいつがいるわけ。いきますよ、ユーヒー先生、ユーヒー先輩、ユーヒー先輩、あ、いた、あいつ下行ったな、あそこになんかある。さてとこれも下に降りて、ほいっと、でいます、いなくね、あ、こっちか。これ何、上行くの、リフトを起動しますか。あれ草亀、あ、いた、いた、なよ、大丈夫だったかな、食われた。なんか普通の人だよね。実はね、私ムータイでアバランチと揉めたことがあって、おー、で信用してなかったんだ。ああ、あの事件ね。アバランチ、あの頃と本当に変わったんだね。これここか、あ、いるじゃん、なんかあいつらいる、あ、逃げてる、戻した、ユーヒたちも、ユーヒたちもいけねえ、あー死ぬって。だからあの高さで降りたら、でどうすんだこれ、こっちか、合ってる、合ってるか、敵がいるな。草壁覚えて、そうそう覚えて、まだ覚えない、草壁もうそろそろ覚えていいんじゃねえか。ちょっとケアルしておいったん、連携はまだしないです。まあ炎でいいか。ちょ、草壁、オッケー、草壁、あなたアビリティ打っときなさい、これ覚えなさい、まず。あ、まだ覚えない、キューバ、風鈴かな。ちょ、草壁アビリティ、アビリティたまんなさい、おお、危ね、吸血やばい、ちょ、草壁死ぬよ。待って、キアルだ、あ、草壁止まった、草壁覚えて、あ、OK、 覚えた、よし、これで武器変えられるぞ。風鈴かな、連携、もう連携だ、覚えたから、すえなんでこんな強い連携が強すぎるだろ。よし、でアビリティ風鈴火山、おい草壁 OK。 あれまだいる、あ、まだいた、ちょ、連携、あ、連携、はい、終わり。よし、これで倒したので、草壁の、ソノンの武器が変えられるね。こっち、ウータイの闘志。っていう感じですね。まあちょっとマテリア後でじっくり考えさせてもらいます。今はとりあえずもうこのマテリア、強いから十分。あ、もうこっちじゃねえ、こっちから来たんだ。こっちから来たから、あそこだ。はい。これ上行って。上行くと、あ、武器がある。またこれなんか、これ誰の武器、ユヒのか、今度はなんかユヒな気がするけど。あ、そうだ、鎌車。
なんだこれ、邪気退散、3本の鎌を組み合わせた殺傷力の高い手裏剣、あ違う、他のコマンドで ATB を消費するほど威力が高まる。あんよくわかんねえけど、まあいいよとりあえず使わないとよくわかんねえしな。すごい、ユーフィー、さてと、あれ了解、我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保、俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場、そんな奥まで入り込まれたか。まったく、行くぞ。あと月の、ちょっと待て先輩、ハハハ、草壁の方が大人だよな。はい、行くよ。まあ連携いいだろ、すげえよなこの連携。何だこの連携、当たってんのかこれ、当たってるよな一応強っ。でこれ止まって、せっかちすぎるんだよ先輩は、いつか見よう。はい、それよりさ、どうやってじいじを探す？資産保管で、これはこっち渡って、あれ、あ上かで横か、へえなるほどね。おお、だから奴らがあの後、なるほど、すごいで下か、あ下だな、さすが忍び、あれどっちだ、上か、あわかんねえな、あ、あ、こっちか、あ、あ、いけねえぞ待って、一旦戻って、あっちに渡る方法、そう、あれもそうだね、あれもこれ解除しとかないと、そういうことね。よし、これで、これでいけるって感じだな、よし、ほい、繋がったんで、これで、はい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 、と、ほいと、よし、なんかいるな、みんな。おはようございます。連携するぞ。やってやろう。すげえ、これ3体連続、3匹まとめて、すげえ。強なんだこれ。待って、アイテムでしょ、回復しとか、ハイポーション。OK。まだいるな。はい、連携つや強っ、どんどんバーストたまるじゃん。 OK、 おい解除でいいで、あそうだ、これ覚えなきゃいけないんだよな。あそうだ、他の HP ゲージを使用しないと威力が上がんねえのか。そうか、そういうことか。ユーザーに通して一定時間攻撃量上昇、ああ敵を狙いを定めた。あ、でもそこまで減らねえな。次がつむじ風やっといて、なんかとりあえずなんか打っとかないと、あれがたま、あれがなんか威力が、まあ、まあ、とりあえず普通にいくか、これな。で、これ、あ、やっぱ炎、炎にしちゃった。まあ、いいや、炎にいいか。で、その草壁、ちょっと覚えなきゃいけないからね、その歌。こういう歌になっちゃう。あ、なんかやばい、炎がやばい。待って、その雲隠れ、あ、でも2になったもん、もう使っとくかも。それ使っとくか、2で、一応。強っ。緊張状態に行くか。あ、でもやっぱ戻るね。使ったらもう戻るって感じだよな。風鈴火山。で、HP ゲージ溜まった、つむじ風一発入れといて、あ、緊張状態に行くか。草壁ちょっと覚えなきゃいけないから、ウーザーに通しね。で、また溜まったので、組み合わせでも意味ねえけど、まあ、やっとこう。いろんなの使うと、なんちゃらかんちゃらって言ってたからね。で、やべ、炎か。強っ。まあ、いいか、とりあえず使っとこう。悪い。見たか、忍びの力。
で、これをなんかやって、で、これ向こうに行くのか、これ。ほいっと。で、これを上に行って、まあ、ミッドから目指せって話だな、あそこの。これはどっかにある。なんか出てんな、矢印。あ、これか、あ、違う、これ関係ないや。あ、これで、あ、そういうことね。これで今度はこっち側に行けるっていうことか。なるほど、なるほど。下、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 下。あれ合ってるって、こっちから来たっけ。あれこれ合ってる、なんでや。まあ、こっちで合ってるだろう。敵がいるし。はい、連携。まだまだ。やばい。待って。どうすか。これ覚えなきゃいけないんだよな、でもまずな。草壁も、草壁も、草壁も、あ、草壁溜まってねえや。あ、倒した。ハイポーションでちょっと回復しとこう。あ、OK。で、これを解除して、あぁ、さっきの話だけど、アバランチが変わった。こっちで合ってる気がするな。データ、連中の方が手を組む相手としては好ましい。あ、あそこを動かすんのか。あれはどうやって動かすんだ。散々本家の世話になった。あ、これでまずこっちを動かして、あれ関係ねえな。ミッドガルのいい人。ちょ、何も話聞いてなかった。ちょ、ユヒと。で、これで動かすと、こういくと。はあ、はあ。で、これでどうすんだ。これで、もう一回これか。そうするとこれがこうなって、OK、OK。おえい、こっちなんかある、何もねえな。あ、待って、マテリア。あのマテリアどうやってるんだ。あ、あそこっから。待って、ちょ、戻る。あそこちょっと一回取ってくるわ、あのマテリア。はい、とりあえずこのマテリアを回収しましたよと。はい、属性、あー、ありがてえ、属性マテリア、ありがとうございます。で、これで戻ります。はい、じゃあ、行きまーす。下に行って、これで下に行って、で、そうするとここに行きます。廃棄処理、廃棄物処理場。敵？いや、でも絶対気づかれるよ。絶対戦うと思うよ。でも絶対無理だ、これ。いや、無理だ。ほらー、強そうだな、ちょっと。はい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 、いや、なんか疲れてんな。ヘイストかけたこいつ。でもこれファースト入る。ファーストが入ったら、待って。連携解除して、で、風林火山打って、風ちゃんに通し、強っ。あ、悪い。あんま別にそこまで強くなかった。おい。で、上に行ってと、で、このまま、まっすぐ行けば、待って、これ、待って、ブロックってなんだ、これなんだ、あ、これ、ジージェの手紙、ジージェの手紙、なんか書いてあるの。この先に進むリフトは、シンナの物資保管庫を通過する、はあ、でっかい箱を壊せるはず、盛大にぶっ壊してくれと、はあ、
で、これをいじるということかな。はい。この先のリフトの通行エリアには特大中型小型の信号ボックスを大量に積み上げ、集中力を使ってたくさんの信号ボックスを壊しましょうと。あれ？あれ？壊せ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 、どんどん壊して、どんどん壊してきなさい。あれでっかいのどうやって壊すの？あれでっかいの壊せるの？あれ、あ、壊せる。いくぞ。これこっちで終わりか？あとこっちか？こっちじゃないな。こっちじゃないからあとはパスポート。あ、終わった？よっけし。こんなもんか？まだある？なんか来ないな、来ないでな。あ、あれ何？あ、あれも壊せると。で、これもある。これ壊せね。壊した。で、こっちはブロック。あ、なんか向こうにめちゃくちゃあった。くそ、あれへぼったか。あ、でも全部いった、一応全部いった多分。でもそこまで大事なものは多分ねえだろ。 OK、 こっちはないな。あ、なんかある。大体さ、これ1個思うんだけどさ、なんでここだけブーメランな、ブーメランさ投げてあれを壊したところでさ、あそこにあるアイテムあそこに行かないと取れねえな普通。冷静に考えた。で、これは、あ、向こうにもある。ほい、でっけえのあんな。ほい、そんなあれが取りたかったよ、あのでっかいやつ。めちゃくちゃなんかでけえのがある。でこっちもめちゃくちゃあんの。あ、別にそこまで大事なもんは多分ねえんだろうけど、ここでしか手に入らない重要なアイテムが多分ねえだろう。まあこんなもんか。おい、で、あ、近づいてきたね、ミッドガル。あのごっつい建物、あれがメインピラー整備場だろう。まあ、このままとりあえず進んでいきますよ。右か左か、人間の心理的には左に来た。あ、でもマテリアがあるな。でも右、とりあえずマテリアを回収、あ、マテリアがあるための左か。マテリアがあるため、あ、マジカルいいね。マテリアがあるためだけの左でしたね。ということで、これ右側に行って、で、上に行きます。で、右に行きます。で、あ、ここか。ジージェ救出。兵士だらけ。本当いる。そりゃそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というより大規模じゃない。今度は時間か。ジージェ了解。絶対しくじるだろう。あいつはいるけどマテリア取りたいんだよな、あそこにある。大丈夫か。オッケー、取れるだろう。いい風ちまってるよ。これさ、なんかここで売ってる販売所ってなんかあんの？メガポーションが買えると、エーテルが買えるよと、でフェニックスの方が買えますよと。で、他に別に武器、マテリアに関しては、まあ、防具か、でアクセサリーに関してもまあこんな感じで、マテリアに関しては治療、蘇生、所持数持ってないか、治療持ってない、蘇生持ってない、毒持ってない、バリア持ってない、封じる持ってないと。まあ、こんなもんか。あ、なんか持ってない。MP アップ持ってないと。まあ、こんな、こんぐらい買っとけばいいだろう。で、一応これ回復してと。はい、あとセーブもしまして。はい。じゃあ行きまーす。すげえ、こそこそ行ってるね、ユフィ。この奥にいます？います？
ジージェいます？あ、捕まってる。接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ほゆこ、ふざけるな。おう、もう一度聞くぞ。わかった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェ。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。目立ちたがり。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。あ、かっこいい。呆れてるよ、もう。ソノン草壁が呆れてるよ、もう。ある時は美少女忍者、ある時はスノウデマテリアルマン。ああ、脱いだ、上を。ただのガキだ。言われてる。誰がガキだ。おお。先輩、派手にやりすぎ。なんか強いのが出てくるのかな、俺と。あ、やっぱそうだ、出てくる。強さ。これ機械でイカズチ持ってねえよな。イカズチ今つけてねえ気がする。マテリアチクったな。これ連携しても連携してもそうだよな。やば、めちゃくちゃ食らってね。あ、雷があんのか。忍術変化、雷がある。あ、一応これでウィークネスになってるな。で、インターに通し、尻尾を噛んだ。なんか誘導レーザーとか、なんか、ま、いや、なんだこれ、いや、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、どうせんじゃこれ、これどうせんじゃこれ、これどうせんじゃ、いや、どうせん、畜生。あんなの避けらんないよ。撃たれる前が勝負だ。雷がないだろう。メガ、ちょっと待って、一旦メガポーションでユピ回復しといて。あぶね。さてどうすっか。やば。やば。ブロックされてんの。ブロックされてる。連携解除。待って、連携。これ連携してんのか、これ。あ、でもヒート状態になってるんだ。ヒート状態になってて、もう少しバースト入る。あ、解除になった。待って、ポーションケアル、ケアルか。あ、でもあれ、ケアル外したんだっけ。ケアルがねえんだけど。待って、携帯がね、ケアルがね、ケアルはね。バースト入んね。あれ、バースト、バースト入れたかった。ちょっと待って、アイテム、メガポーションで、ソノンもメガポーション。あ、待って、もう、はい、やべ、メガポーション使いすぎた。いや、いらんかった。ハイポーションどうだったな。てか、なんでケアルはねんだ。ケアル外したんだっけ。先輩、なんかやばそうだよ。ブロック。エアロでどうにかなる。あ、待って、バーストが
待って、なんかいる。小型機か。あれ、やば、強っ。めっちゃ食らって危ねえ。ハイポーションユフィで、ユフィもハイポーション。オッケー、サロンゲージ来てるよ。ラムー先生が来てるよ。あいつ降りてこいよあいつ降りてこいよ、あいつ降りてこいって。なんか、あ、たまたラムーが来る。何、ラムーおいで。ラムー、初ラムー。ラブだよ何が出るんだ、かっこいい。あれどこ行った、敵は。あ、いた。いや、もう少しバフ入るんだけどな。あ、来た、バフ。で、リミット入ってるから、まずユフィちゃんは血祭りしてあげて、頭部でいいだろう。で、かん溜まってる。あ、でもスピンレーザー、まあいっか、サンダーランスでいいか。食らってる、あと半分か。バット、さあこれで半分、あと半分。はい、あとこんな、うん、うわー、なんかフェーズが移行するな。いや、でもとどめじゃないんだな、多分な。そうだな、そうなるよな。まあ残りの HP あるよな。さあ行くよ。待って、かな、スピンレーザー。でラムーがまたスピンレーザーでいいだろ、スピンレーザーでいいだろ。昨日あぶね、あぶね、あぶね。なんかあれ危ねえ、この攻撃が危ねえ。ちょっと一旦退散してアビリティ、あれスピンレーザー撃てねえ、なんで。あ、撃てた、スピンレーザー飛ぶ。あ、でも倒せんじゃん、もう HP 全然ねえよ。もうさっきのいい感じに見えなかった。倒した、よし。忍びの底力だな。うん、あ、じい、ありがとう、助かった。うん、わどんなもんだ。早速だけど、これ、あ、じい、死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが、究極マテリアがあるとすればそのどこかだろう。わかった。さあ急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。7番街を破壊し尽くすなんて噂もある。マジか。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。おいいね今度は俺が踊るよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。あ、7番階の噂ルンバにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃあー楽しかった。これチャプター1あんのかな。まだ続く。どうなってるの。新郎兵。魔鋼炉爆破犯どものたまり場だったんだ。とんでもない話だよ。軍が突入した時は空っぽだったらしいわ。悪人は逃げ足が早いから。ここから
から離れた方が良さそうだ。このまま駅へ向かおう。まだすごくね。じゃあちょっとまだやっていきますが、死んだビーで。じゃあセーブしとこう。で、このまま進んでいけばいいんだよな。まあこのまま目的地へ。ナヨたち、ちゃんと逃げたよね。おい、絶対先輩草壁だろ。ユヒのは絶対後輩だろ。先輩つってるけど。あ、これ駅から忍び込むのか。シンナに液晶。やり残したことないか。もう後戻りはできないぞ。もう大丈夫。はい、よし、じゃあ行きますか。現在、鉄道は5番マコーラの事故を受け、本数を減らして運行しております。また、5番アイスラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。このよ。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく迷惑。無理して乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ、いってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。突入。声でかっ。すげえぎゅうぎゅうじゃん。気持ち悪い。酔うのか。立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。メルフィー船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。おお、俺より才能があった。あった。平成の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。おお、私は妹じゃない。おい、ID カードハント。あ、チャプター2入った。究極マテリアダッシュ。進捗はどうだ。タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブは真面目なんだよな。これも発展の潤滑油だ。腹を振りたまえ。死んだビルか。あ、来たね、死んだビル。あれ、記事じゃん、記者がいる。の方ですよね。次のターゲットは7番だという噂もありますけど。え、どうでしょう。え、7番マコーラですか。おい、そこまで
ってみよう。こいつの出番。はい。警備兵。あれ、使われた。行き先は地下兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。補足よね。うんちゃいって分かってんのかこいつ。こそこそ攻撃してくる。ムータイ人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のムータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。お、ちょっと大人になったユフィが。いい笑顔。ちょっと残念、ブータイのネズミさんはあっち。まあやっぱ分かってるんだね。あの女は兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報人。落ち着いて、サナ落ち着こう。私たち何しに来た？先輩すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンの子まで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。はあ、なるほどね。まあ、スカーレットの罠にかかってしまいましたよ。ということで、まあ、チャプター2入ったのでね、一旦今日はこれで切らせてもらって、次回はね、このチャプター2の続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではね、今回もご視聴していただきありがとうございました。また次回の FF7 リメイクインターミッションでお会いしましょう。バイバイ。いやーいやーあんまり気にしないと思うから、さあ、行った、一発コンボが入って無理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 だこいつは。今挑むよ。いやー無理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